フェルドースイーフェルドースイーの墓フェルドースイーは、サーマーン朝及びガズナ朝時代に活躍したペルシャ詩人である。イランのホラーサンチューブトゥースの地主階層の出身で、12世紀初期の4つの講話の作者にザーミー・アルーズイーによれば、トゥース近郊のタバラン地区のバージュという大村で生まれたという、土地からの収益だけで不自由なく、暮らせるほど大変に裕福であったと伝えられる。 生息アラビア語及び古典的な近世ペルシャ語風に読んでフィルダウスイーと呼ばれることもある。ペルシャ歴代の王や英雄を歌った女ョジシ,シャーナーメがその代表作で30年以上の歳月を費やして約6万追久の大作としてヒジュラ歴400年に完成した。アラブ帝国に征服されたペルシャ民族の精神を高揚させるため作ったという。 ガズナーサの君主するターンマフムードに検定したが、その努力を評価されず失意のうちに、距離で没し、タバラーン市外のフェルドースイー所有の庭園に埋葬されたという。なお、フェルドースとは古代ペルシャ語に起源する、パラダイスの中世ペルシャ語及び近世ペルシャ語系で、パラダイス同様、楽園、天国の意味である。ありがとうございます。